兄貴ん家に着きました。兄貴に今からプレゼントをしたいと思います。プレゼントは後のお楽しみ。さあ兄貴おるかな。おるか。近いな。はい。いいっす。よし、兄貴が来た。よっしゃ、例の物が届きましたよ。マジっすか。例の物が。どれ？これです。この袋です。例の物。バリ可愛い。これを買ってきました。バリ可愛い。これユビアの SSS。 ちっちゃ。やっぱトリプル S ちっちゃいな。ちっちゃいよ。でこれが SS。 それが SS。 SS S やこれ。これ S。 これ S か。おお、うん、S はまあ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 。でもちっちゃい、うん、ちっちゃいな。可愛い。やばすぎやってマジで。どれが欲しいか、うん、まあ、あのおかんにも渡すから、どれが欲しいか4つ選んで。了解。ちょっとまあ部屋入ろうや。先ほどの兄貴にプレゼントしたデュビアです。ありがとうございます。いやー S サイズ、これが俺欲しいやつやね。こいつ弟にもらったのこの4つで。この4つで自分のが何個なん？自分のはまだ違う4つ。あ、車に置いてある感じか。そうで、これがおかんにあげるやつか。おかんにあげるやつ。このサイズやばいな、ちっちゃすぎんなこれな。うん、小指よりちっちゃいからな。うん、めちゃくちゃちっちゃいな、うん、これいいよ。これこれが SSS が30匹入りで S が20匹入り、うん、S がいいわ俺は。 S なあんま置いてなかったんよ。で、俺が前回手に入れたこいつら。はい、おらん。こっちにおるんやな、結構。あ、1匹だけやな。1匹やな。でかいやろ、これ。これでもまだちっちゃいサイズやな。うん、でも2センチやろ、2センチ。2センチか。小指ぐらいやな。小指の爪ぐらい。2センチサイズがね、まあ、100匹。おっとおっとっと。おるおる。こんな感じで、裏おるかな。おるな。あー、みんな潜り出したかな。潜るの？そうなんよ。土を引いてるからね、潜るんよ。あ、そういうことか。いや、でも可愛いよ。あ、もう少ないけど、女100匹もおらんけど、うん、多分潜ってんねんな。潜ってる。可愛いわ。いや、じゃあ入れていくか、こんな感じ。入れていこうか、俺のデビアさんを。ただ、あれやって、うん、まだ多分歯とかちっちゃいね。ちっちゃいし弱いね、うんうん、だからちょっと餌砕いてあげて。まあ多分コオロギフード入ってるから大丈夫。あ、そういうこと。あとゼリーもちっちゃいくしたた方がいい。まあまあいけるけどな。まあここにあるよ。いけると思うよ。なんとかなるでしょう、うん、いけると思う。まあとりあえず入れてみるわ。じゃあまずはこのちっちゃい SSS から入れる。あと、うん、共食いをする可能性があるか。あ、まあまあまあ大丈夫でしょう。よし、いけ。かわいい。ちょっとかわいすぎやろこいつら。これ4箱で、これ1箱何倍だっけ。1箱が300円。え、500円じゃない。2箱で500円。あ、そういうことか。4箱買って1000円。なるほどな、うん、安い。まあでも俺がネットで買ったね、100匹で2センチで1000円やったからね。あ、まあな、うん、やっぱネット安いよ。コンテンゼリーをこことかにも置いてあげたら。いや、置くよ。とりあえずこう見てみて、この広がっていく感じ。多いな、結構な。多い多い。こうやって置いて多いな。かわいいかわいい。あ、でも S サイズ普通にでかいな。2センチぐらいの、ち
ちゃサイズも 何とかおるな。うん、気分的にはまあちっちゃいけど、こんな感じで、うん、お結構絵になるなこれ。ちょっとこれ撮らせて。いいな、いい感じやなこれ。いやいいねいいねいいね、いい買い物やこれいやありがとうな、いいよ、ありがとうな、買ってきてくれて。こうやって触って広げていくか、出していくか、うん、硬いよね。まあデビアはな、ちょっとデビアってザラザラしてる感じやな、触り心地は、うん、すごい可愛い。最初はなゴキブリ抵抗あったけどな。いや、 やっぱりなゴキブリやからな、デビアは。やけど、やっぱ可愛いよな、慣れてくるな。買ってみたら、可愛いよ。可愛いやろ。可愛い。ただ、裏がすごいいいよ。ちょっと裏見してあげようか。ちょっとな、裏がやっぱね裏見してあげよう。見てこれ、これ、ちょっと見える？もうザゴキブリ顔がなゴキブリ、顔がゴキブリだよザ・ゴキブリ。いや、おもろいわ。よし、ここに入れなさい。いや、かわいいな、うん、広がっていってるな、今順調に。めっちゃゴツなってるやん、俺が知ってるおときさんじゃないぞこいつ。めっちゃでかいやんこいつ。最後のくんが来たんで触らせます。え、バカゴツやん。めっちゃでかかったよ。うん、そのでかさ、でかし完成で、うん、取らへんの、取る、ほい。え、重みもあるし、ゴツゴツやん、こいつ。かわいいやろ、めっちゃ。めっちゃかわいいな。欲しいやろ、双子。ええな、双子。双子いいね。いいな。成長早いし、あの、かわいいしな。しかも、あれやろ。全然、あの、懐くし、凶暴性ないしさ。うん、よく食うやろ。よく、面白い。ええな、よく食うよ、いいな。かわいい。野菜とかも食うからさ、人が食えるもん、大体食えるみたいやから、かわいい。ええー、なぁ、でっか、こんなでかなったんや。ちょっと。まだ1ヶ月やで、買って。うん。この子。こんな感じ。最初ちっちゃかったのになぁ。ええー、なぁ。本題のコオロギ。これがうちのコオロギです。繁殖に成功しました。おマジや。えぐいやろ。お、やば。めっちゃおるやろ。なんかあの、ゴミみたいな、ほぼコオロギやね。うん、そのゴミ。ほぼコオロギです。ほぼコオロギ、ね、めぐろか、うん、めぐったろか、うん、いくで、わさ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 、やばわかりづらいんじゃん、やばじゃ、うんことコオロギ大量うんこじゃねえよ、うんこじゃ、あ、裏、この裏、うん、この裏、うんことコオロギ大量。え、すごいやろ、めっちゃでかなってるやろ、しかも、うん、やばい、これえぐいな、一瞬でこのサイズやで。これまだ多分生まれるね、孵化して2週間とかかな、うん、2週間ぐらいでこのサイズか、2週間経ってないんじゃん。バカでかいやばいな、コオロギは難しいのに、ようやったな、余裕っすよ、ほら、うわ、すごい閲覧中すごいやろ、これめっちゃ、この大きいサイズがちょっと少なくなってきてんな、うん、やっぱでかいのはな、診断かな、なんか死骸とかたまに落ちてんねんけど、うん、ほっといたら勝手に全部きれいに食ってくれんねんお掃除屋さんやん。そう、お掃除屋さんやねんな、なくなってんねんな、きれいに。どうよ、いい感じやろ。いい感じやな、こいつもちょっとブリブリになってきたな。見るはもうブリブリで、右、その右見てみ、右の方、そこに成虫がおる、こっちに。お、成虫がついに来たんか。成虫も結構おるよ。あ、おるね、いいね。結構おるよ、何匹か数えてないけど。俺のところはもう数え切られへんぐらいおるからなマジで。でも幼虫が半端ないもん。幼虫はもうちょっとスッてやっただけでブワーっておる。生まれてる、もうやばい、もう大量におる。こいつね、豆苗じゃないわ、何やったっけな、生せだけど、これ勝手に水つけしとったらめっちゃ入りた一回枯れ死んでんで、だけど、ちょ水入れてんで、試しに大量に。じゃあなんか青してきて、また復活してきて、お前死なへんのみたいな。無限や、無限。めっちゃおもろい。
いやー、こんな感じですわ。こいつはもっと大きくなる。いくぞ。お、うわー、さわさわ。うわー、すげえ。うわーって出てきた。それめっちゃわかりやすいな。やばいな。でかさ。いやー、いいサイズになったよ、全部。でかいのもおるし、でかいのがでもやっぱちょっと少ないな。まだ食わされへんサイズやな、全部な。おもろい。ただね、うちはね、ヤモリがね、何匹やったっけな、なんか8匹ぐらいおんのか。8匹か。うん、見る？ちょっとヤモリも見せてもらうか。汚いで今。こっちがヤモリのページやね。ヤモリさん。うん、ヤモリヤモリ。お、ミルワームが、死んだミルワームがおるね。死んでる？あ、生きてるわ。ヤモリってな、糞尿すごくて掃除がもうできない。糞尿すごすぎてこんな感じで、ほら。やばい。バカでかいやろ、うちのヤモリ、うん、みんなブリブリなってるな。バカでかいから、うちのヤモリマジで、うん、こんな野生でおらんやろ、こんなでかいの。あんまん、ほら、バッカでかい、ほら。やばい。おっと、捕まえたぞ。お、捕まえた。いって、噛む、すげえ、ほら、この髪を。やばい。釣ってる、ちゃんと。いや。はい、これ。これ、うちのバカでかいヤモリ。この本物。か、すげえ。危ない。すーごい、見て、デブやろ。超デブじゃねえ。久しぶりに触ったわ。穴開いた。ほら見て、この尻尾の太さとかさ、体の太さ、やばない？これ、いいね、これやばいやろ。いいね。穴開いた。そう、すぐ泣くんよね。いや、かわいいわ。全然触らんから、全然、ほら、全然懐かない。かわいい。あ、危ない。ワニ、見た目がワニ。いや、すごいやろ、ほんまに。よう育てたろ、ここまで。やばいな、いいな。デブやで、ほんまに。いいな。戻すか。かわいい。いや、戻りな。いやー、こんなに、しかも大量におるっていうね。いやー、かわいいわ。子供生まれそうやな、頑張ったらな。どうなのな、産んでるんかな、ちょっと見える。産んではないと思うけど。産んではないかな。産んでたら卵が入ってるはずなの。クモの巣みたいな卵が。うんではないな。うん、ではないか。うん、なかったわ。なんかあるんかな、うん、そういう。で、コオロギまだ入ってたし。コオロギおったし、まだ。うん、おるやろ、地味に。うん、頑張って逃げて隠れてしてる。逃げ隠れ頑張って。この狭い檻から。ようやるな。まあ、こんな感じだよね。面白いでしょ。ああ、いい感じ。おもろいわ。よし。